やっはろー、どうもこんばんは。あ、こんばんじゃない、こんにちは。アニメリアク職人ことマジアジョギのハマーです。現在2023年9月22日金曜13時10分ですね。はい、ちょっとこの後急遽ですけども母校にまたジャグリング指導ね行くことになりましたんで、はい、その前にルローニケンシンの12話、リアクション取っていこうと思います。 Amazon プライムですね。はい、なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告入ってきますんで申し訳ないんですけども我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションを確認していただくということでお願いします。じゃあ行きましょう。3、2、1、スタート。ちょっと前回の振り返りはしておりませんが、般若と、式場を倒したね。式場はもう佐之助がもう頭突きを確かむっちゃくちゃ連発食らった後でもね、で謙信のことを語ったセリフがなんかすごい良かったなと。なんて言ったっけな、謙信は確かお前ら鬼の番衆は強さだけを求めてお前らのために戦ってるかなんか、でも謙信は自分のためには戦わへんねんと、人のために戦うねんみたいなねことを確か言ってたね。で佐之助はその後倒れたね。で般若は般若でなんかすごいとんでもない村で生まれたやつだね。で確か捨てられたんやったかな、捨てられてなんか盗みとかいろんなことを繰り返していく中で、確か篠森青氏に拾われて、でおかしなでもやったらもうこの顔も命もいらんということで、密偵を極めるためかなんかで耳をそれで鼻を削ってなんか唇を焼いてみたいなね、すごいおかしななんやなって感じだね。おかしら篠森青氏12話。彦三之助に送りを取るなよとか言ったもんね。子たち、打撃を、おお、式場が言ってたもんね、こっちが徳川幕府のため、
おお、これほんまの話？最後高めだな、これ。めちゃ自信満々やな、篠村氏。こいつがいらんことしたやな。2人とも、あ、なるほどね。例のものの試運転？な、マシンガンとか？あ、ライフルって不適切。おお。エメリア・エンコ・ヒョードルか。
ほんで短く持ったんや。ダガーかな。剣舞。おお。回転剣舞。そう簡単に知らへんわな、そら。ん？おお、あ、さい。見切ったかな。止めた手で。おお。もう打撃や。さあこうなると武田観柳が何を。喉笛を攻撃したの？ああ、つかでガンいたんか。
まあまあそやわな。何や試運転ってのは。ほんで何やこれ、バズーカとか。ああガトリングガン、マシンガンより上やったね。操れんのかいな、スカイド。お、サノスケが起きた。はにゃ。仲間になるさね、これ。お、ちょっとこれは熱い展開になってきたよね。お、
これもしかして式場が死ぬ？式場死ぬさやなこれ。ああやはり。ああどこで待ってんね。わあネクストアップがでかい。アマプラの右下のネクストアップ、これうっとしいな。皆さんも思ってるんじゃないでしょうか。これ消せへんもんな。前まで非表示ってこうピッてやつが消えたんですけどね、今なくなったもんなこれ。次回死闘の果て。オッケー。はい、22分51秒ね。はい、今回は、篠村推し強かったですな。小太刀ってあんまり意味しなかったけど、何刀と脇差しの中間の長さであり、防御力が非常に高い刀が小太であると。なるほどでした。で、青氏はしかも剣法も強いと、ね、いうことで、剣心がこう超絶苦戦した中で、間合いの話ね。間合いって、単語はよう聞くけど、薫の解説はそういうことなんかと、この一撃でこの攻撃の当たる範囲のことを言うのね。それが間合いやと。で、間合いは大事よっていうのを、弥彦は習ってたと。でその間合いを小太刀と同じ間合いにするために短を持ったのね。もう見てて痛そうやわ。やけども、今度は、なんだっけ、演武なんたら演武ってやつで、謙信はやられたかなと思ったけども、あの弥彦の気迫が良かったね。この気迫ここで殺すには惜しいと青氏に言わせるほどの。やけども、鞘で守ったのね。鞘で攻撃力を半減させた。で、鬼は番衆が戦ってる理由というのは、徳川慶喜に裏切られたからって言ったかな。ざっくりね、ざっくり。慶喜は数万の兵を見捨てて、江戸に帰った。なんかそんなこと言ったな。で、鬼は番衆の頭としては、そんなことはできんから、俺は士官になどならんみたいなね。非常に仲間思いの凄まじくいいボスだったなと。かっこいいですね、篠村推し。敵ながらあっぱれやなと。そんな中で、韓流がガトリングガンを持ってきた。で、韓流の目指すのは死の商人、武器商人やと。強さなど金さえあればええねんみたいな。もうこの思想大嫌いはほんまに。金さえあれば何でもすぐ解決できるねん思想は大嫌いです。これはもう貧乏人の負け犬の遠吠えに聞こえるかもしれませんけどもね。やっぱ努力してなんぼやろ人間はと思うんですけどもね。だから自分はもうジャグリング練習めちゃくちゃしてきたんでね。今はもうこのアニメの方に、これも今言うたらアニメになんぼほど時間使ってるかって話なんで、これも真剣にやってますからね。ちなみに、お金にはほとんどなってませんけどもね。それは置いといて、これ式場さすがに助からへんやろな。1分間に200発の弾丸を浴びて、青氏は要はあれやね、足に2発当たっただけですんだな。これも韓流が何技とか、これなんか殴り殺す的なことなんかな、韓流が。はい、ということでですね、
どう打開するんやろな。まあでもさすがハンニャも、まあでもハンニャ確か左腕がもう使えへんやろ。サノスケも大ダメージ受けてるし、で剣心も青星もそれなりにダメージ受けてるから、これヤヒコがもしかして活躍するんちゃうかな。まだノーダメージのあの気迫をヤヒコがこう関流にぶつけてくれたらめちゃめちゃ気持ちいいですけどね。ちょっとそのシーンに期待したいね。ちょっとヤヒコがあの木刀で関流のね、この後頭部ら辺をズガーン行ってほしいね。はい、ってことでルローニケンシン12話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどもよろしくお願いします。あ、これ1分で自己紹介します。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めないを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますけども、現在はコロナの影響で約3年7ヶ月仕事がほとんどありません。貯金と節約生活でなんとか生き抜いております。そんな自分の本業を知っていただきたいので、ぜひとも説明文にですね、貼ってあります URL、これをクリックしていただいて、ぜひ本業の方のチャンネル登録もお願いします。はい、そして、深田恭子さんと出たこの CM、 もう1年以上経ちましたけどね、まだ見てない方はぜひ見てみてください。 URL を貼ってます。はい、アニメのリアクション、その他ものものスタートして今日1275日を長いことやってますけども、このチャンネルなんと2009年の4月から使ってます。そして2020年3月からアニメのリアクションスタートして、2021年の8月18日までの推定約2000本ですね、これリアクション動画、自ら出て削除させられました。そんな地獄を乗り越えてこの活動を続けておりますんでね、何卒応援のほどよろしくお願いします。以上、アニメリアクション人ことマジ大道芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。